中心人物の一人である、細野武氏。グループの半数を占める青山会会長でもある、タルトコ小ンジ七人の侍は、日本の民主党の親を小沢派、中間派を中心とした、中堅若手議員のグループ。七名のうち四名が、青山会の中心メンバー、構成員を務める。基本は、小沢一郎に協力的だが、七人中五人が、 半尾沢派のグループ出身者であるため、半尾沢派の議員にも、協力的な一面を持っている。実際、菅直人首相の公認を決める2011年、民主党代表選挙で、細野武氏は、半尾沢系である七部業の会の一人である、前原誠治の推薦人となる。2011年3月に、前原の公認になる、外務大臣に初入閣となる、松本武明が就任し、 2011年6月の震災人事にて、細野が内閣府特命担当大臣として初入閣し、野田内閣に代わってから環境大臣に横滑りした。タルトコは幹事長代行に就任した。3度目の内閣改造では、細野は党の政調会長に就任。タルトコ晋は総務大臣として、三井弁優は厚生労働大臣として初入閣し、 2012年の衆議院解散までに閣僚経験者となったのは7人中4人で、日高剛氏は民主党が政権を取ってから自身が離党するまで1回も閣僚になることはなかった。衆議院議員選挙では、細野と松本は再選を果たしたが、タルトコ、三井、友野の3人は落選した。その後の海江田執行部で細野は 党幹事長に就任するが、第23回参議院議員通常選挙での敗北を受け辞任した。以降細野と松本は七部業の前原と同調し、日本維新の会との交流を模索するようになるが、その矢先、政府与党が消費税増税の先送りの是非を問うため衆議院は解散され、その後の衆議院議員選挙では、小選挙区では、 細野と松本のみ再選を果たしたが、タルトコは比例復活も叶わず落選。友野は小選挙区で落選するが、比例復活を果たし政界復帰を果たした。先の衆院選で落選した海江田万里の公認を決める民主党代表選では、細野は立候補し、松本が推薦人に名を連ねるが、自主再建派の岡田克也とリベラル系の長妻、秋田との3つ共栄となった。 一回目の投票では、地方議員票と国会議員票で優位に立ち1位となるが、決選投票では、長妻陣営の内尾畑グループを取り込み票を伸ばすも2位の岡田に逆転され敗北した。民主党民進党立憲民主党無所属。ありがとうございます。